どうも、最近何もやる気が起きないヨウムです。やる気がなくても編集はやってください。あ、どうも霊夢です。ということで今回なんだけど、村にお宝を物色しに行こうと思います。そういえばまだこの世界で村人見てないね。いずれここに村人拉致ってきたい。犯罪だろ。いや、手段が強引なだけであって名目上はお引っ越しです。物は言いようとはこのこと。では早速準備して村探しに出かけましょう。とその前に、ペットに名付けをしようかと。前回名札手に入れたのはラッキーだったね。ただ、金床を作るのに大量の鉄が必要。前回前々回でバカみたいに取ってきただろ。本来は作るの躊躇すると思うけど、私はこれを見越して大量に取ってきたから余裕。後付け実況だからいくらでも言えるな。金床は作業台の上でいいかしら。この拠点そんなに広くないからな。よし、じゃあ早速名札に名前を刻もう。ちなみに誰に名前つけるの？ふざけてハチさんも考えたけど、さすがにワンちゃんかな。ハチさんは懐いてくれないし。まともな思考で安心した。お前は私をなんだと思ってるんだ。よし、決めた。ワンワンを？やつの名前はワンワンをに決まりました。人で言うキラキラネームみたいなもんだろそれ。毒親確定ですわ。いや、ワンワンは私の子じゃない。下僕です。ついに本性を表したな。で、また不法侵入者だ。我がサンクチュアリに二度も踏み入るとは、貴様は万人に値する。はい、侵入者全員に死刑を宣告します。もちろん即執行。無慈悲すぎる。そしてリードを強奪しましたナイス。自画自賛やめれ。しかも褒められるような行為ではない。そういえば宝の地図持ってたんだった。今の拠点を探索した時に見つけたやつだねそれ。ずっと忘れてた。一回だし村探しの前に財宝を掘り起こしに行こう。唐突な雨。出かけるタイミングで降るなよ。雨女なのか、嫌なことが起こる前兆か。幸先悪すぎだろ。よし、宝の近くまで来ました。拠点からかなり近かったね。ここら辺を掘り起こして財宝見つけよう。お、意外とすぐ見つかるもんだな。冷めすぎだろ。まあ、現実で見つけたなら大喜びすると思うけど、マイクラの世界だしな。動画になってんだし演技でもいいから喜べ。やったーお宝だー嬉しいなー。演技力皆無で草。それではさっと回収して村探しに行きましょう。当たりはダイヤと海洋の心かな。ダイヤ少ないから助かるね。海洋の心は後々使うって感じかな。畑もそうなんだけど、会場をメインで発展させていこうと思ってるから。なるほど、海洋の心はあると便利って感じか。ということでこれから村探しの旅に出ようと思います。一応ボートも持っていくか。村を見つけたら拠点と線路で繋ぎたいね。確かに、ただレールはたくさんあるけどパワードレールが不足気味。金もたくさん手に入れないとな。金じゃなくて金な。金が欲しいなら仕事するか動画たくさん投稿しろ。いやこれでも普通に仕事はしてるのですが、デカ闇そうだし現実のジョブの話はやめてもろて。英語使いたがるやつは学力低いって何かで見たわ。中卒ですが何か。つうかそんなことはどうでもいいんですよ。この盛り上がった土が気になってしょうがない。さっさと村探し行け。A 型なめんな気になったら放置は許されない。めんどくさこいつ。現在コケコッコーと戯れながらまったり村探し中です。一方的に借りしてるだけだろ。何を言ってる。鶏肉さんたちも楽しそうにしてるじゃないか。目の前で親が狩られるこの気持ちも考えろ。あの人強すぎ、かっこいいなー。って思ってんじゃないか。なわけないだろこの最高女。ついでに豚とも遊んでいくか。そうだね楽しそうだねー。所詮この世は弱肉強食。弱者は強者に命をもてあそばれる運命なのです。格好つけてベラベラ喋ってるけどただの食料難なんだよなー。ん？遠くに建造物らしきものが。お、ついに村発見か？あー、いや、あれはピリジャーの前哨基地だな。よし、せっかく見つけたしあそこに乗り込むぞ。マジかよ。最上階に宝箱があるはず。あと、あれいっていう新モブにも会えるかも。ああ、あのクリオネみたいな可愛いやつか。そそ、私まだ会ったことないからちょっと楽しみ。豚買ったらとつりますか。そうだねお、あれらしき生物が囚われてる。しれっと相手の親玉倒すな。いやこいつら雑魚すぎてカットしたいくらいだわ。あれのおかげで採用されてんだぞ感謝しろ雑魚ども。そしてさっさとくたばれ。伝承基地侵略完了のお知らせです。宝もさっさと回収しよう。ん？闇の角笛ってなんだこのアイテム。初めて手に入れた。調べてみたんだけど、ただ音が鳴るだけらしい。いやゴミじゃん。音の鳴るゴミだな。
ああ、それはあのお方を連想させるからキンクで。あ、大変申し訳ございませんでした。まあ、ゴミでもレアアイテムっぽいしもらっていこう。音不気味すぎるだろ。村の襲撃イベント音もこの笛の音色らしいよ。可愛い音も出ないしマジでゴミやんけ。とりあえず攻略ということで、アレイを助けたら村探し再開します。今助けるぞ。アレイは何かしらのブロックを持たせるとついてくるようになるらしい。とりあえず土でいいか。こんな可愛い生物にゴミ持たせんな。持たせ方がわからん。お、できた。一応これだけでついてきてくれるみたいだね。あと、持たせてるブロックと同じものがあったら持ってきてくれるらしい。土は持ってこられても迷惑ですわ。こっちのアレイも助けよう。さあさあ、今日からお前らも私の下僕家族だ。そのネタ気に入ってんの？何も面白くないんだが。まあ編集してる人毎回同じだしね。他に面白いネタがないのでしょう。主はこの世界の神様だぞ。ディスるとリストラされる恐れが。私は見た目が一番好みだからリストラしないってさ。ひいきされすぎだろ。つうことでアレイも助けたので、村探しを再開しようと思います。めっちゃ狙撃されてんぞ。ぶっころり。む、あれは。やっと見つけたな。村だー。これでひとまずは今回の目標達成だな。物色しに行くぞ。野郎どもついてこい。アレイを野郎扱いしないでいただきたい。ん？何やらおぞましい建造物が。これは荒廃したポータルってやつじゃないか？村に隣接してるって結構レアじゃない？わからん。でも村人にとっては危険でしかないかと。確かに。いやー、とても素晴らしい景色ですわ。拠点との距離も思ったより離れてないみたいだね。無駄に遠回りしたから時間かかったけどね。物色の前に危険物処理からするか。ここの村人にはいずれ家に来てもらいたいし。マグマブロックで焼け死んだなんてシャレにならんしね。ツルハシ壊れたせいで私の足の裏が焼けた。ちゃんと耐久力見とけ。うお、溶岩もあったのか。これは早急に潰さないと。よし、宝箱にはどんな財宝があるかな。ゴミだな。ゴミ箱だったわ。村人を全滅させるわけにはいかないので、全力で湧き潰しをしようと思います。もう夜になるぞ。一晩くらい大丈夫っしょ。アイアンゴーレムもいるっぽいし。それは心強いね。はぁ、この作業めんどすぎてやめたい。おい、村人の命かかってんだから責任持ってやれ。命が大切なら自分たちで光源設置しろってんだ。こいつサバイバル向いてねえわ。湧き潰しの報酬として村の宝を強奪します。お、サドルはラッキーだね。あれ、なんで取らないんだ？この時長時間の撮影でぼーっとしてました。後でしっかり回収してるのでご安心を。アホやん。二つ目のチェストです。お、ジャンガジャンガは嬉しい。じゃがいもな。撮影と編集で疲れて名称間違えたわ。んなわけあるか。三つ目。紙だけ？白紙の傷だってさ。これで拠点周りのマップ作ろうか。でかい掲示板みたいなの建築して設置しよう。ありよりのなし。どっちなんだそれは。四つ目にはなんとエメラルドが入ってました。これは美味しい。エメラルドは食べ物じゃありません。ニュアンスで分かれ合えせジャパニーズピーポー。五つ目。皮防具意識か。おっさんのお古なんていらんキモい。勝手に物色しといてなんていい草。六つ目です。お、エメラルドナイス。食料も潤ってきてウハウハですわ。これでもう動物狩らずに済むな。次の回で畑拡張しようかな。7つ目。この村めっちゃチェストあるね。手持ちいっぱいだから正直もういらん。だから勝手に物色してんだろって。拠点に帰る前に馬を捕まえます。あ、さっきのサドルは回収したのか。マジで気づいてよかった。さあ、お前も私の下僕にしてやる。こんな独裁者に懐くやつなんていないだろ。ワンワンはちゃんと懐いてくれたもんね。くそ、この暴れ馬め。めっちゃ嫌われててくさ。やっと懐いた。諦めないお前もすごいわ。なんか負けな気がして後に引けなくなってた。ということでこの暴れ馬に乗って拠点に帰ります。無事拠点まで帰ってきました。次回は畑の拡張、馬小屋の建築を予定してます。お、初の建築だな。私の中では畑も建築なんだけど。あんなもの初心者でも作れるからな。クソが。ああ、もうわかったよ。ちゃんと馬小屋建築するから見とけ。次回楽しみにしてますわ。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次のまったりサバイバルも見てね。それでは、さようなら。